皆さんこんにちは。将来の天皇陛下としての悠仁さま、悠仁さまの聴覚障害の決定的な証拠が発覚。幼少期から手話で語りかける秋篠宮殿下の姿について紹介します。まずは悠仁さまの経歴とプロフィールから紹介します。悠仁親王は日本の皇族です。御位は親王で継承は殿下です。御印は鷹の巻、高野巻です。秋篠宮文仁親王と同妃紀子の第一男子であり、一男二女のうちの第三子です。秋仁、第125代天皇上皇の孫であり、特任、第126代天皇金城天皇の王位にあたります。姉には小室眞子、眞子内親王と佳子内親王がいます。皇位継承順位は父文仁親王に次ぐ第2位です。住居は、東京都港区元赤坂2丁目の赤坂御用地内にある秋篠宮邸です。秋篠宮邸の改修工事に伴い、2022年3月まで御家宮所に仮住まいしていました。誕生の前年2005年には皇族男子の減少により皇位継承問題が表面化していたこともあり、各地で奉祝をもって迎えられました。明治神宮をはじめ各地の神社長で神輿の奉納、提灯行列、奉祝行進など祝賀行事が行われました。また悠仁親王の誕生によって皇統断絶の危機が当面は解消されたことで、皇室典範改正案の提出は見送られました。2022年2月16日、筑波大学附属高等学校に合格しました。これはお茶の水女子大学附属中学校との提携校進学制度において、推薦の条件である秀でた学業成績を十分に満たしていると判断され、かつ一般受験生とともに5教科の学力検査を受験し、その結果確定したものです。4月より同校に入学します。2022年10月1日、単身で三重県の伊勢神宮に参拝しました。悠仁親王が伊勢神宮を訪れるのは2013年に両親や佳子内親王と参拝して以来2回目で、一人での参拝は今回が初めてです。その後、伊勢市にある神宮美術館を訪問し、伊勢神宮と正倉院のゆかりの文化財などを集めた特別展を鑑賞しました。先月4月23日に、初の参加となる春の園遊会に、ご出席された天皇皇后両陛下の長女愛子様。この園遊会では、立派に成長された愛子様のお姿に、感激する声が大いに盛り上がったのですが、その他に紀子様や秋篠宮殿下との立ち位置の問題などが物議を醸すことともなりました。実際に X などの SNS 上でも、愛子様を追い抜き前を歩く紀子様と秋篠宮殿下に対して、ありえない、しっかりと立場をわきまえるべきといった厳しい批判的な意見が書き込まれています。敏宮様の並び順がおかしいです。天皇家の王女様なのに、なぜ秋篠宮夫妻の後ろを歩くのですか。直系と傍系では直系の方が上位です。そこに性別は関係ないので、この並びは間違っています。また私は悠仁親王は佳子内親王の後ろだと思います。現在秋篠宮夫妻が強引に敏宮殿下の前に立たれるのは、皇太子待遇の役割をお持ちだからのようなので、悠仁親王は役割をお持ちでありません。これは思いました。愛子用人気に便乗するために前には行かせないみたいな思惑が見え隠れしていて、この配置は全国民が疑問に思ったと思いますよ。またこうした園遊会での皇族方の並び順に違和感を覚えた国民の中には、宮内庁に質問と抗議の電話を入れた方もいたようです。ですがその回答はいかがにも不可解なものであったとか、並び順について宮内庁へ抗議とともに問い合わせました。範囲ではなく皇位継承順位に従ったものであるとの回答でした。ならば紀子さんの次は花子様、常陸宮様がご欠席であるため絵が適当なのに、なぜ慶久殿下が続くのかとの問いには無回答でした。こうした回答に関して X などの SNS では怒りの声が数多く書き込まれました。特に問題となるのが、このように皇位継承順で皇室関連行事での皇族方の並び順を決定する場合、悠仁様の成人後には常に
愛子さまが悠仁さまの後ろを歩くことになるということです。宮内庁が園遊会の並びについて答えたそうだ。範囲ではなく皇位継承順位に従ったものだと、こんな前例はないのに、これが本当なら悠仁さまの後ろに敏宮愛子さまを歩かせるつもりなのでしょうか。宮内庁は前例主義でも何でもない、だったら皇室典範改定し敏宮さまに皇太子になっていただき、秋篠メンバーは後ろに行ってもらいましょう。なんか誰が見てもわかると思うんだわ。温かいご両親に育てられて心身ともに健全な愛子さま、かたやいびつなご両親に育てられ、特に独身キー子の方針のもと、無理やり曲がって曲がって実力以上の学校に押し込まれたひー君、どちらが日本の天皇に相応しいか、今やほとんどの国民がわかってるよ。このように SNS 上で物議を醸している皇族方の並び順の問題ですが、こうした議論の盛り上がりを見てか、47ニュースというネットメディアがこの皇族方の身分や並び順に関する記事を寄稿していました。ご本人たちには失礼かもしれませんが、天皇の娘である愛子さまと宮家の長男である悠仁さまとでは、そもそもどちらの身くらいが上なのか、かたや宮家といえども順位2位の皇位継承資格者で、父は皇太子同等の皇嗣、かたや継承権こそないものの内定皇族である天皇の娘、実際のところ皇室の中でどちらが重い身分なのかというと難しい。悠仁さまが18歳を迎え成年皇族になったらまた事情が違ってくるような気もします。では今現在の全皇族の身くらいはどういう順番になっているのか、せっかくなので宮内庁報道室に正式に文書で質問してみましたが、約2週間後に受け取った回答にがっかりしました。身くらいについては明確な規定がなく、身くらいの順序について定めた規定もありませんとのことでした。皇后さま以下の皇族がどういう順で並んでいるのか、はっきりとは決まっていないというのです。規定がないのなら一般参賀での立ち位置や園遊会での並び順はどうやって決めるのでしょうか。この点を尋ねると、行事棟での皇族方の並び方については、旧皇族身くらい例やその他の過去の前例を参考にその都度決定していますとのことでした。例えば摂政の順序を見ると、摂政になれるのは成年皇族だけなので現在のところ愛子さまの順位が上ですが、悠仁さまが成人すれば悠仁さまが上になります。こちらの記事は長いのですが、かなり簡潔にまとめると、皇族方の身くらいや並び順に関して明確な規則はないものの、悠仁さまの成人後には愛子さまの並び順は悠仁さまの後ろになる可能性が高いとのことでした。こうしたことは多くの国民が納得いかないとは思うのですが、特に中にはそもそも悠仁さまは皇位継承資格を剥奪すべきなのだといった過激な意見も見られます。このような悠仁さまの皇位継承資格は剥奪されるべきだと考える人々が頻繁に例に出す問題の一つが、皇嗣に精神もしくは身体の不自の従感があり、または重大な事故があるときは皇室会議の儀により前条に定める順序に従って皇位継承の順序を変えることができるとする皇室典範第3条です。以前から悠仁さまに関しては自閉症や聴覚障害を抱えられているのではないかといった噂が絶えず、こうした悠仁さまの障害疑惑と皇室典範第3条を根拠に心身に障害を負っておられる悠仁さまには皇位継承資格を認められないというのです。こうした悠仁さまの障害に関する噂は以前から根強く語り継がれているのですが、最近でも X などの SNS にて秋篠宮殿下が幼少期の悠仁さまと手話でコミュニケーションを取られているシーンが発見され、やはり聴覚障害の噂が事実だったのかと話題になっているようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。